こんにちは、 OSU のかまってかまって、星野マリアこと星野マリアです。はい、今日の朝ごはんはですね、何食べたっけ、ふんわり食パン食べました。はい、今日はやっぱり羽って可愛いじゃないですか。ということで今日はスポーツコーデを紹介したいと思います。スポーツコーデって何って思うと思うんですけど、マリアにとってのスポーツコーデはちょっと動ける感じのおしゃれな感じで、走ってもおしゃれだよみたいな。ちょっとよくわかんないけど、スポーツコーデを紹介します。私がおすすめするスポーツコーデのトップス、こちらです。じゃん、パターンプリート T シャツです。これすっごい、まあ、派手じゃないですか。よく結構どっかのアパレルには必ず置いてあるかなぐらいの、すごい可愛らしいプリント T シャツなんですけど、最近ラインパンツというのが流行ってるんですよ。それに合わせるのが上にすっごい派手なのを、で下は落ち着いてるよみたいな、マリアにとってすごい一目惚れした商品なんですけど、韓国っぽいなってマリア的にちょっと思った。これはもう派手可愛いで、これトップすごい派手だなと思う人は、なんかショルダーバッグ、財布とか携帯とか入れたいじゃないですか。だからこういうの付け足すと、はい、これおすすめなので今から着てみるよ。はい、着てみました。こういうショルダーバッグをつけるとすごい可愛くて、可愛いんですよ。下にタイトデニムスカパンを合わせてみました。ウィゴーにこれ以外にもピンクとか水色とか、なんか豚さんがついたやつとかあったから、可愛いのが他にも種類が豊富にあります。めっちゃ入るからね。はい、派手可愛い商品どうでしたか？ぜひ皆さんも着てみてください。いいなと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。星野マリアでした。バイバーイ。